はい、それではですね、難関の、45度カットに、取り組みたいと思います。45度にカットするのにはですね、こういうのを使うと良いということでよく紹介されてます。で、僕も長らく使ってきたんですけれども、正直なところですね、あまりうまく切れません。ここのね、隙間、この隙間がね、ちょっと大きすぎるんですよね。こう刃を入れた時に、まあ、相当に遊びがあるんですね。ちょっとこれだけ遊びがあると、もう斜めにかなり行ってしまうので、ちょっとダメなんですね。で、ここの箱にね、こうセットしてしまうと、ここに線をね、書いてるじゃないですか。この線がね、また見えなくなってしまうという欠点もあって、ちょっともう僕は使っていません。結局ですね、こう裏返して、こう置いて、ただの当て台にして、こう切るという形にしてます。持ってきます。で、こうセットして、100均の万力ですね。これで、プラチックの板なんかをね、挟んで木が傷まないように、木に傷をつけないようにしてね、こう動かないようにある程度固定しておきます。軽くでいいです、はい。で、この向きに置きます。こう切っていくんですけれども、右利きだとこうですよね。この向き、こういう風にね、こんな風に切ったりすると、絶対こうなってるんですね。こういう風な切れ方に、まあ極端に言うとなってて、まっすぐにストンと落ちない。やっぱ体に対して正面を向いて、きちんとした向きでね、ポジションを決めてやると、軽い力でやっていくとスーッとまっすぐ割と落ちます。綺麗に切れますんでね。で、こちらとこちら、ここに線入ってますよね。こちらの線ですね、この線ですね、この線もしっかりと、見ながら、こう今から刃が進んでいきますんで、しっかり刃のね、進む方向をしっかり両サイドで見ながらね、ゆっくり切っていきたいと思います。最初はまず軽く当たりをつけます。ちょっと刃を斜めに入れて当たりを取って、徐々に落としていく感じですね。で、こうガリッてやった時にグッと引っかかる時あるじゃないですか。グイッと、それって絶対これがこうブルブルしてる証拠なんですね。まっすぐこうやっていくと。で、これって引き場なのかな、なんかありますよね、そういうのね。押した方がいいとか引いた方がいいとかあるんで、それも気にしながら、こうね、グググググなってる状態は絶対ダメです。軽いストロークで動くようにするとうまくいくはずなので、で、奥も見ながら、まっすぐ切れたんじゃないでしょうか。ちなみにこっちはこんな感じですね。まあ、こっちもまっすぐある程度切れたと思います。切りながら時々覗き込んで、こっち側からね、こちら側からね、ここのラインが今ちゃんと合ってるかを覗いて、で、こっちももちろん見ながら両サイドから。
今度は綺麗にいけましたね。今度はかなりかなり綺麗にいけたんじゃないでしょうか。よしよしよし。